カーマニーズとは、スペインのカラルアルト天文台後補3.5メートル望遠鏡に設置された観測装置である。可視光線から近赤外線の波長領域をカバーする分光器で太陽系外惑星や赤色外星の研究に用いられている。カーマニーズは、スペインとドイツの11の研究機関からなるコンソーシアムによって開発された。視線速度法を通じて、 太陽系外惑星を観測することを主な目的としている。形態としてはエッシェル解説号種を使用した高分解能分光器である。精密な測定を可能にするために装置本体は減圧された低温の容器内に置かれ温度と気圧を厳密に管理している。使用する際には、個々3.5メートル望遠鏡のカセグレン焦点と光ファイバーで接続する。カーマニーズは 波長520ナノメートルの可視光から1710ナノメートルの近赤外線までのスペクトルを得ることができる。この波長は赤色外線の観測に最適なものとして選ばれた。入射した光はビームスプリッターで960ナノメートルを境に短波長側と長波長側の2つの独立した経路に分かれる。ビスチャンネルは検出器として4キロ4キロ画素。 CCD センサー1枚、ニアチャンネルは2キロ2キロガソ CCD センサー2枚を備える。波長のカバーはほぼ連続的だがニアでは波長幅15ナノメートル以下のギャップが複数の箇所で生じる。波長分解能はビスチャンネルが R イコール94600、ニアチャンネルが R イコール8400である。視線速度の精度は一例として ビスチャンネルで装置由来のジッターが秒速1.2メートル、光子限界や構成由来の視線速度ノイズを加味した値で秒速3.56メートルという値がある。一方でニアチャンネルでは CCD センサーの不調に悩まされ装置由来が秒速3.7メートル、他の要因を加味すると秒速8.4メートル程度となっている。 カーマニーズの科学的な観測は2016年1月1日に始まり、太陽系外惑星を視線速度法で検知することを目標に約300個の赤色惑星を対象としたサーベイを行っている。赤色惑星の惑星を検出するためには、赤色惑星の活動性について知る必要があるが、カーマニーズはその目的でも活用される。カーメンシータは カーマニーズのサーベイに際して編算された天体カタログである。太陽系近傍にある約2000個の赤色矮星とそれらについての観測データを収録している。シンバットではカーメンシータカタログに基づく天体名がカームの略称で登録されている。2017年10月にカーマニーズで視線速度を測定した最初の研究がアーカイブに投稿され、 2018年2月に正式に出版された。この研究はビスチャンネルのデータを用いて基地の7つの惑星系の天体歴を更新したものでビスチャンネルが既存の文光器ハープスやハイヤーズに匹敵する精度を発揮できることが確かめられた。ありがとうございます。